はい、皆さんこんにちは。セイキンゲームズモンスターストライクへようこそ。どうもセイキンと、今日はキャメルさん、今日も来ていただいております。ということでですね、今日はね、モンハンコラボ、これをマルチでやりたいと思うんですが、もう実はですね、僕何回もやってんですけど、はっきり言って勝ててないんですよ。リオレウスまでは倒せるんですけどね、陣王ガがやっぱりね、きついんですよね。緑ぐらいまで行くんだけど、その後が倒せないんですよ。ということで今日はキャメラさんと頑張って、倒したらいいな、倒せたらいいな、ということでやりたいと思います。よし、行くぞ。で、僕はですね、赤ずきんとお寮で行きます。さあ来ました、キャメラさん。キャメラさんは、織田信長とハーレーです。これしかいないらしいんですよ。マックスでこれです。織田さんはダメージウォール大丈夫なのでいいんですけど、ハーレーはね、重力バリアでダメージウォールはダメなんですよね。ただしですね、まあ攻撃力強いので、なんとかこれでね、うまいこと当てていくしかないんですよね。やばかったらちょっと一回街とかでやるしかないよね。まあこれしかいないので、これで頑張りたいと思います。行きましょう。さあ来ました。行きましょうか。まずはね、リオレウスまで頑張りましょう。みんなに当てていきます。はい、赤ずきんをハーレーに当てると結構レーザーがね出るので、まあそれを狙っていくかっていう感じですよね。さあ織田さんですね。よし、織田さんなかなかいい働きしてくれますよね。これはじゃあ縦でいこうか。赤ずきんの効果力はかなりやっぱり使い方によってはいい威力を発揮するんじゃないかなと思いますけど、何回も見てるよもうこの顔は。このね、鳥みたいな、何なのいっぱい横についてるやつ。この移動式ね、これはじゃあ下を抜けてハーレーお寮あたりに当たったらいいなみたいな感じ。よしよしよし、ギャルさんお願いします。うん、おお、いいんじゃない。うん、ババコンガ、 あいつをちょっと倒す。じゃあ、まあ、ババコンガ倒しますか。なんかザコがいっぱいいるとね、チマ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 当たるから意外と食らうんですよね。それを最近はなんか早めに倒してっていうのもなんかありかなと思ってるんですけど、ハーレチェン、むむむむ。よし、さあ行こう。よし、ちょっと当たったね。次、うわっ、ドゥルルルって当たる。次、織田ちゃん。まあ基本的にキャメラさんに任せますよ。よし、いいんじゃない。そしてハートも取って、常にハートを取るキャメラさんね。でもハート出るもんね、まあね。これ取っといた方がいいよ。ハート取りつつ当たって倒せれたらいいなっていう。よし、くっそ、ちょっと残ってた。あ、オッケーじゃん、いいじゃん。よし、これで倒したね。はい、オッケー。まあリオレウスは余裕で倒さないと、はっきり言ってジンオーガーには勝てませんよ。よーし、赤ずきんちゃん。あー、ハーレンとこ行きたいけど難しいね。ちょっと無理かな。無理でしたが、まあ下の方に送り込んどけば、まあ何かと役に立つ。でも移動すんだよ、これ。そうだ。あ、でも移動しても当たるね。織田ちゃん。まあいいよ、任せますよ。
激しい移動だ。これズキンちゃんでしょ、もうズキンちゃんで上のやつは倒せる。あれ倒せないね、意外と。ハーレーだ。よし、グッジョブ。こっちの方行ってハーレーにも当てたい。よしよし、オッケーオッケーオッケーですね。来ました、リオレウス。よーし、倒しましょう。まあ、いや、ズキンちゃんに当てよう。ノンノン、やべ、当たんなかった、やべ。よし、当たった、オッケー。ズキンちゃん火力いいよね。まあ、燃えるけど、そうだね。おー、強い。ハーレー、いいね。攻撃力が高いんだ。ズキンちゃん、赤ズキンちゃんでハートを取っておこうか。よし、これで倒したかな。よし、オッケーオッケーオッケー。そう、僕の、なんだろう、ポリシーとしてはハート取れないより取ろうよっていうことなんですよね。いつもなんか取れないで、あー、意外と倒しちゃったみたいになるから、みたいな。さあ、小田さん、お、縦勘でやってきました。これはちょっと出れないかな。あ、こいつは倒すか。そうだな。あ、意外と抜けた。この燃えるやつは避けれないんですよね。あの、ダメージウォールでも結局食らうっていう。だから当たんないようになるべく行くしかないよね。うん、お、いいんじゃない。まあ結構燃えたけど、ちょっと、うーわ、気を抜くとやられるからな。ちょ、よし、ちょっと気合を入れてこの間に入ってね。よし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 、おし、いいじゃん。いいよ、あとはザコだけだ。よしよしよし、激しいな。でもハートが3つも出てる。ハートちょっと取っといた方がいいかもね。よし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 、1回だけで移動してもねっていう話だね、あれ。じゃあこれ大きいハート取っていこう。2つ取ったけど、よし、いいじゃないですか。あれ、X のターンだ。 X じゃないよ、普通のハーレーです。お、尻尾が切れたよ。怒っております。ズキンちゃんとハーレーでしょ、もうこれは。あ、違う、もう必殺使ってもいいね。使いましょう。えい、よし、聞きました、いい音楽。モンハンの音楽いいよね。遊んでる暇はない。さあ、キャメラが密かに発動しました。すごい、おー、すごい、なかなかいい。よし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 、これで小田ちゃんの出番です。小田ちゃんじゃない、お涼、これでもうとどめでしょう。ちょっと左にして2回目ぐらいで。よっしゃ、オッケー。このスピード速すぎる。
俺はもういいよ、もういいよ、うん、そろそろ OK、 うん、お疲れ様、うん、よし勝ちました。とりあえずリオレウスグッジョブ。さあ、エクストラステージが出現しました。 VS ジン王が挑戦のチャンスです。行きましょう。さあ、キャメロさんも入っていきましょうか。じゃあこっからですよ、本当の戦いは。しかし強いんだよ、このジンオーガはね。皆さんも多分苦労されてる方も多いんじゃないでしょうか。まずこのカードからの登場っていうね。よし、行くぞ。まあ頭巾はちょっと上にあんまりやりたくないので、下の方、まあ、でも移動するからあんまり見ないんだけど、一応これでやべ、と言いつつちょっと上に行ってる。そう、移動がね、小田さんはまあいいよね。おお、よっしゃ、いいんじゃないの。これまあ横カンカンでいきましょうか。よっ、ちょっと上の気味で、よし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 。うわ、爆弾だ。そうだ、この爆弾がきついんですよ。うん、あ、そうだね。おおお、すごいすごい、キャメラさんのスーパーテクニックにより俺は結構早期の段階で倒しましたね、1回目ね。さあ、でもまだまだまだ水色か。こっから一気にきつくなってくるからね。これ間入れようか。入ればいいね。よっしゃー、うわ、出てきた、このババコンが。うん、うん、いいよ、激しく爆発しちゃうね。これ爆弾多すぎんだよね。これもう横しかないね、とりあえずね。ちょっと上登り気味で、やべ、爆弾装置になっちゃった。しまった。うわー、こっからですよ、ほんとこう食らうんだよね。一気に減るからね。ハーレーか、縦しかないかな。結構難しいなこれ。縦で、また手でなんとかいける。うん、よし、お、素晴らしい素晴らしい。オーケーオーケー。ダメージオール当たったらもう一撃ですからね。これハーレー当てて上行こうか。ハーレー当てつつ上行こう。よし、よろしく。いや、オッケー、いいよ、ハートも取った。いや、でも爆弾食らって、負けた、もう一個食らって、よし。いや、きついな。マップクリアでどこまで回復するか。よしよし、まあまあじゃない、うん、いいよー、これ、そうだね、上から行こう。うわー、ちょっと微妙、ちょっと微妙。でも緑までは来てるからね、一応ね。こっからです、気を抜かないように行きたいね。これハーレーに当てたいな。無理かな、いけるかな。おら、うお、なんかウームツイッター最高にクール。うお、うん、いいんじゃない、それで。よーし、ちょっと出てたね。ハートは、ハート出ないのかよ、もう。これでもしょうがないね。このぐらいでいこう。いやー、微妙。あ、でも結構食らった。あ、結構食らったんじゃない。小田さんは、あ、そうだね、赤ずきんちゃんだね。うわー、小田ーキャメラうわー、くっそー、 You lose Gameアイブー。はい、ということでね、やっぱり緑のゲージぐらいまではいけるんですけど、その後ね、あそこでだいたい一撃ダーンって減って終わるんですよ。これは難しい。まだ期間中挑戦したいと思います。それではまたお会いしましょう。 See you next time。 僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、チャンネル登録をすると最新の動画が見つけやすくなります。
PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック。スマホ、その他タブレットからご覧の方は画面の外の登録ボタンから。ぜひチャンネル登録、そして応援をよろしくお願いします。